編成イエーイ。こんにちは、フルーツポンチャンネルのせいかとレモンとレベちゃんとシモンとナツメとハブとママです。イエーイ。はい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 、アメちゃん大好きね。なっちゃんは焼きもち焼いてる。梅ちゃんはさっきからパパの背中をずっと蹴るよね。蹴らないでよ。わかる、蹴りたくなる。ママも蹴ったよ。ママ朝蹴ってたよね。あ、テレビ電話したらママが蹴ってた。朝からママに蹴られて。さっきね、ママと私と一緒にパパの後ろペペ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 ペすごいな、蹴ったらいけません。もうやれるよ。だってお尻は私だった。登れるようになったの。登れるようになったな。かけて喋ったの。登れるわけがわからん。今日は何するの。登れるようになった。はい、今日いちごくん何しますか。え、ま、松村の、はい、2歳児の検診。おお、正解。ほらだよ。知っとったお前。え、知っとった。夏目がどうのこうのって言ってたけん、それかなって。すげえな。ラガビキなっちゃうんだよ今日。正解。今日はね、夏目くんの1歳半検診です。すごい。オラだよオラ。うん、そう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 。うわー、今日はあれだよね。ん、身長、体重、はい、脅威、はい、遠い、遠いを病院測るか。うん、あとはその発育発達に問題がないかとかを、まあ、チェックすると。ドクターがチェックすると。はい、わかりました。あと心音とかね。はい、呼吸音とかね。はい、あとは、うん、歩行の様子とか。ほらほらほら、すごい歩くし走ってらっしゃるんですけど、夏目さんもクリアっちゃクリアなんですけど、まあ一応ね。どうなんだろう、身長体重が気になるね。まあ、身長体重があの成長曲線の中に入ってるかどうかは見といた方がいいかもしれんな。はい、意外とチビな気がするよ。そうかな。背は低いかもしれない。横は結構ありそうだよ。横は大クリアなんだ。絶対重たいよ。おまじ。顔はちっちゃいくせに結構重たくて鉛玉みたいな。でね、他の歯科検診とか、ほらほら、あの保健師さんとかも、チェックはですね、はい、集団検診で終わらせてきてますので、はい、あと残ってる予約が、その身体測定、お医者さんっていうかクリニックでしてねっていうのが、はいはい。残っているので、うちらの地域はね、その保健師さんとかね、その集団でお医者さんの診察以外があって、はい、でお医者さんの診察だけは各かかりつけに行きましょうなんだよな。そう、1歳半検診だけ、ね、だけの、うん、不思議なシステムだけど今そうなってるね。うん、あの歯科検診はとても上手に受けられまして、フッともね。ああそうですか、はい、どうでした歯は。歯はあんまり磨けてあげれてなくて、私が、はい、あのちょっと汚れがありますけれども、あの虫歯はないということで。唾も多いしな、なっちゃん。そうそう、あ、唾多い方が虫歯なりにくいからね。なんて正しいよ、長唾。ちょっとやっぱね、前歯がねちょっとキュッとなってるのよ、なっちゃん歯並びが、うん、ちょっと重なり気味なので、うん、あの丁寧に磨いてねっていうことで、パパさんにやってもらおう。ご指摘があります。パパはね、歯磨きとかめんどくさいけんね、苦手。え、してないの？人のは苦手。歯磨きしてたからで上手だ。ちゃんとしてるな。自分のは得意。チキ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 。梅ちゃんでも、あの前歯ちょっと、あの虫歯。やられとるね。うん、つい虫歯ない？わかるな。大人の歯になってからはない。お、すごいわ。私歯磨きつい綺麗だもんな。からね。うん。いちごさんが多いのよ。そう。でもさ、グミばっかり食っちゃうけんだ。大人の歯になってからはない。まだない。はい、うん、あ、そう。子供の歯のやつばっかり。うん、奥歯が、今奥歯がちょうど生え変わっとるけん。大切にせんとな。そう。私はもう銀
ンバ2個ありますからね。大切にしてね、パワー。パワー大切にして。じゃあ測りますか。はい。測りますか。じゃあ測る様子をちょっと撮ってこようか。うん。はいはいはい。はい。よ。どうだ。あ、つらつらつら。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。兄ちゃん姉ちゃんにしてもらおう。靴下脱ぐだけにしたいんだね。じゃあどうして。お茶じゃあ。私はこれを準備しました。はい、これに記載していくよ。はい、なんで何が買うの。何しておかいな。服が大好き。こっちおいでな。夏目さん、看護師さんはだいたいここでね、うん、こうここに寝転がるから今、はい、夏目こうやってここで頭位を運んだり頭位を測ったりします。なるほどね。あ、なんか助手がいます。よろしくお願いします。数字かけますか。でもね、角度が難しい。難しいね。一緒にやるのは難しくないんだけど。いいよ、めちゃそこで持っててくれる。それうん、ありがとう。ありがとう。大丈夫だよ。手こずってるね。大丈夫だよ。実際も大変なのよ、結構結構な、みんなこうやって暴れるんでしょ。よし、いいよ。はい、ゴロン。はい、なっちゃん。はい、ゴロンして。はい、じゃあ手も取って、よいしょ。はい、じゃあマスカルよ。もう一個だね。もう一個。なっちゃんの頭位は、はい、おお、こらこらこら。こら45.4。めっちゃ乗るよ。なっちゃんのおっぱい。はい、体勢からお願いします。お、48.5。 48.5 と、なかなか巨乳ですね。頭がバランス的にはちっちゃいな、やっぱり。なんかね、やっぱ、うん、そんな感じがするもんね。じゃあ次、身長いこうか。身長これ身長。ヨメちゃん、ちょっとだけ伸ばしてくれる。これ伸ばすけどね。身長は頭がこっちです。なんかいい子だね。なんかどうかね。うん、ここですかね。はい、81.5cm かな。はい、81.5 と。うんだね、1.5。はい、えちゃ、これかなっちゃん、立ちこれやるから。10.75。 10.75。 なっちゃん、チコお願いします。さあ、これをちょっと母子手帳に書いていこうか。はい。夏目くんは今何歳と何ヶ月ですか。7ヶ月。17日生まれだっけ。明日で29日生まれよ。え、26じゃない、16だよ。この辺だね。頭はやっぱちょっと、まあ、これちょっと後でパパさんに、見てもらいます。昔からでもそうだね。うん、頭ちっちゃい。これ成長曲線の一番下の方だね。はみ出しちゃないけどね。うん、はい、じゃあ次がどこの子かしら。あ、怪しい。ここはでかい。いちごくんはもう上の方ギリギリですよ。じゃあ次は体重 10.75。 おー、真ん中ぐらいだね。うん、この辺だね。ど真ん中だね。はい、オッケーオッケー。続きまして身長は。はい、身長が何歩ですか。11.5。
おおおお。この辺だね。まあ真ん中、まあバランス的に悪くないね。頭がやっぱりちょっとちっちゃいな。うん、よかった。こんな感じですね。はい、だいぶ下目起きてたけど、真ん中から新鮮ね。一回はみ出てますね。一回ちっちゃすぎてはみ出して、あ盛り返してきたね。いいじゃない。いいんじゃないですか。いいでしょ、うん、なっちゃん、なっちゃん、バッチグーよ、オッケーよ。やった。じゃあパパの診察してもらおうか。はいはい、してもらおう。はい、いろいろ見らんといけんからね。カメラマン交代で。はい、はい、15分前。カメラマン交代。みんな邪魔しましてるよ。タネちゃん、ポンチョン、タネちゃん、ポンチョン、何も見えないからってこっちおいて。うん、心配なの。へい、まあいいよ。はい、いいよ。はい、なあちゃん、口の中も一応見とく。なあちゃん、次、できるかな。はい、続きまして、ゴロンしようか。なっちゃん、ゴロンしよう。なっちゃん、ゴロン。はい、よいしょ。足の柔らかさとかね。柔らかいね。ビ。で、こうやって、ちょっとこっそりおちんこ見るのよ。はい、ご立派と。あとは、なっちゃんが、まあこういうね、線とかが変に発達しないから、バーッと触って、大丈夫なんで。はい、再販検証歩くかどうかがポイントです。はい、なっちゃん、おいで。え、バッチ、はい、歩いてます。あっちで遊びたいな。はい、いいよ。じゃあ食べちゃって遊ぼう。1歳半検診で、1歳6ヶ月検診、個別検診で、まあ体重、身長、脅威等、あと栄養、身体、行動、でこの辺が普通だと、動きはどうか、言葉はどうだとか、頭、顔、口の大きさ、胸、腹、外性器、皮膚、目、耳、四肢、運動機能みたいなのをこう全部チェックすると、まあ、全部 OK、 異常なし、はい、以上となりましたと。栄養状態良好、目の異常なし、耳もなし、健康。はい、終わり。噴してごらん。次はカブちゃんの3、4ヶ月検診だよ。そうだね。あれはやばいね。検診だらけだなと思って。何回行くね、何回行くねと思った。あ、確かに。1歳半と3歳は集団検診があるから、あの集団検診の会場に行くじゃない。また来てるの、私と。パパの鼻の下を測らないであげて。鼻の下眺めよ。測らないであげて。やめて。何のように笑ってる、なっちゃん。なっちゃん面白いの。はい、なっちゃん順調でよかったかな。よかった、無事に成長しております。はい、すくすくと。何のよ、なっちゃん、なっちゃん頑張ったよ。バイバイ。クリア、お気に入りの、はい、くまちゃんと一緒にね。お気に入りのくまちゃん、ずっと持ってる最近。バイバーイ。レモンもいたよ。今日の生配信はカブちゃん、お腹が減ってるのよ。お腹が減ってるの、うん、今日生配信だよカブちゃん。そんなことより。ごちそうさん、よこしいよね今日はね、ママ、うん、オムライスらしいよ。え、また本当、うん。オッケー、ベビーフェの、オッケー。いつもの、いつものだって、うん、久しぶりだけんな、ね。そう、焼きそばって言われたらどうしようかと思った。昨日ね、うん、焼きそばにしちゃったの。しちゃった。焼きそばって簡単でいいよね、うん。昨日はね、今日はオムライスを発注いたします。もうデカ盛りはやめよう。デカ盛りはやめよう、うん、美味しく食べれるようにしよう、ね、ね。
ダイエット組もたくさんだし。そうなの、今ねみんなダイエットしてるから。レモンさんとかも ねダンスが発表会が、うわー、つぶはぎなった。いやー、怒っとるね。ハーブちゃん、今日は一応ね、動画は夏目さんの検診の様子でございました。ハーブちゃんももう検診が来るじゃないか、3、4ヶ月検診が。ヶ月検診がもうちょっとで来る。まだでも首が座ってないとパスできんもんね。そうだ、首が座っとるかどうかが3、4ヶ月検診はポイントになってくるのです。ハーブちゃん、もうちょっとだ。パパさんはお仕事。4ヶ月ぐらいで来られる方が多いから、うんうん、3ヶ月過ぎて、3ヶ月過ぎても、ね、うん、何ヶ月、6ヶ月になるまでに来れば、あ、OK、なんだ。確か良かったかなと思うけど、どうだったかな。6ヶ月検診もあるからさ、うん、あ、そうだね、難しいよね、うん、3、4ヶ月検診して、6ヶ月検診して、90ヶ月検診して、1歳半、ね、なかなか忙しいからね。えいっぱい見られるよ、かぶちゃん。ねえ、小松田看板に撮ったり、鼻くそが出とる。もうお腹が空いていけんみたい。あ、もう怒ってます。はい、もう昼ですからね。夜はいい子で会えるかな。会えるかな。今日また全員集合でございます。ね、すっごいたくさんかぶちゃんにプレゼントが。あ、来てた。来てたので、すっごいたくさん。たくさん。それもご紹介していきますので、ね、どうぞよろしく。みんな夜集合よ。楽しみに。しててください、ね、いいですかね。俺もうなんかもうダメだね、ダメだね。俺早くちょうだいってなって。おっぱいがここにあるから匂ってるのかな。ごめんごめん、かぶちゃん予告だよ、予告。今日はかぶちゃん特集でした。バイバーイ。ひかるさんもお腹が空いたけん帰るよ。また夜ね、バイバーイ。Please.